YouTube 絵本、バッタのホッパーに、ビータの冒険。花が土地を彩り、虫たちが自分のさらなる成長を楽しみにしている季節になりました。ホッパーは、成長したので飛べる範囲が広くなりました。遠くの植え込みへ行ったり来たりしていました。そんなある日のことです。ビータが元気なさそうに、みんなの遊び場にやってきました。ビータ、こんにちは。元気なさそうだね。どうしたの？やあ、ホッパー、僕のお姉さんが、昨日からお城に帰ってこないんだよ。まあ、それは、とても心配ね。うん、そうなんだ。お城のミツバチ全員が、心配しているんだよ。ビータのお姉さんが、お城に帰ってこないなんて、とても心配だ。ビータのお姉さんは、ミツバチ城のお姫様です。そして、ビータは王子様です。ビータのお母さんはミツバチ城の女王様です。お父さんは王様で、女王様のお仕事を手伝っています。お姉さんは、蜂蜜取りのお仕事をしているんだよ。ミツバチ城のミツバチはみんな働き者だから、お姉さんも働くんだよ。今は春だから、ミツバチ城の大人たちが一番、忙しい時期で、お姉さんもお仕事を頑張っていたんだ。お姉さんは、毎日ちゃんと帰ってきていたの？うん、毎日、夕方には帰ってきていたよ。今は、誰がお姉さんを探しに行っているの？うん、お城の大人たちが探しに行っているけど、まだ見つかってないみたい。だから、お父さんと、お母さん、お城のみんなが、心配してるんだ。それは心配だね。そうだ、僕たちも、お姉さんを探しに行こうよ。きっと、お姉さんを、見つけられるよ。でも、僕は子供だから危ないよ。でもさ、ビータ。お姉さんは、もっと危ないかもしれないよ。それに、ビータも、もうすぐ蜂蜜取りのお仕事するんだから、大丈夫だよ。そうだね。ホッパー。僕、お姉さんを探しに行くよ。だから、ホッパー、レディは、僕を手伝ってよ。もちろん。そう来なくっちゃね。こうして、ビータ、ホッパー、レデバはビータのお姉さんを探しに行くことにしました。でも、周りの世界は危険がいっぱいです。大丈夫でしょうか？三人は、ミツバチ城の女王様に話を聞きに行きました。お母さん、お姉さんは見つかったの？ビータ、私たちは彼女をまだ見つけてないわ。彼女はどこにいるんだろう？女王蜂様。こんにちは。お姉さんはどこに蜂蜜を取りに行ったか教えてください。ホッパー。こんにちは。お姉さんは、菜の花の蜂蜜を取りに行ったの。お城のみんなが、お姉さんが持ってくる蜂蜜を毎日楽しみにしていたの。お母さん、僕、お姉さんを探しに行ってくるよ。だから安心して。ビータ、それは大丈夫なの、危ないと思うわ。女王蜂様、安心してください。ホッパーと私がついていきます。それに、無理はしないから大丈夫です。ありがとう。あなたがビータと一緒にいるなら安心ね。ホッパーもありがとうね。ビータのこと、助けてあげてください。わかりました。ご安心ください。はい、かしこまりました。では、お母さん、行ってきます。あなたたち、気をつけるのよ。ビータはお姉さんを探しに行くことを、女王様から許しをもらいました。三人で力を合わせれば、きっとうまくいくでしょう。早速、三人は菜の花畑の場所がどこにあるかを調べることにしました。そこで、三人は蜘蛛のスイちゃんのところへ行きました。スイちゃん、こんにちは。こんにちは、ビータ。お姉さんのこと聞いたよ。心配だね。うん、そうなんだ。それで、スイちゃんに教えてほしいことがあるんだ。うん、いいよ。菜の花畑の場所を、君がもし知っているなら、教えてほしいんだ。うん、知っているよ。この前、アゲハチョウが話していたよ。菜の花が道の向こう側の空き地に咲いているって言っていたよ。教えてくれて、ありがとう。僕も行ってみるよ。それが、いいよ。でも今は風が強いから気をつけてね。その証拠に、私の網が、すごく揺れているでしょ。
うん、本当だね。僕たち気をつけるよ。ひそひそ、スイちゃんの網にも気をつけよう。スイちゃん、教えてくれてありがとう。こうしてビータ、ホッパー、レデバは菜の花畑の場所を聞くことができました。さあ、いよいよお姉さんを探しに行きますよ。ひゃー、風が強いね。突風に飛ばされそうだ。本当、風が強いわね。お互いに手をつないで風に吹き飛ばされないようにしましょう。そうだね、そうしよう。ホッパー、君は体が一番大きいから真ん中になってよ。任せてよ、僕が皆の重りになるよ。こうして3人は力を合わせて春の強い風が吹く道を渡りました。そして菜の花畑に着きました。わあ、素敵。菜の花が一面に咲いている。とてもいい香りがするわ。モンちゃんが菜の花畑にいました。彼女はモンシロチョウです。彼女も菜の花畑に蜜を飲みに来ていました。ビータは彼女に話しかけました。モンちゃん、こんにちは。こんにちは、ビータ、ホッパー、レデバ。こんな遠くで会うのは珍しいわね。僕たちは僕のお姉さんを探しに来たんだ。彼女がお城に帰ってこないから。君は彼女を見なかった？私は彼女を昨日に見たよ。彼女は大きなカバンを持ってもっと畑の奥に飛んで行ったよ。僕たちは僕のお姉さんを探しに来たんだ。彼女がお城に帰ってこないから。君は彼女を見なかった？ねえビータ、そこへ行く前に少し一休みしましょう。ちょっとお腹空いてきたの？レデバ、あなたは花に乗るときは気をつけてね。カマキリが茎に隠れているから。春には小さいカマキリがいっぱいいるよ。モンシロチョウめ、余計なことを言ってるな。これじゃあ僕たちの計画がパーじゃないか。こうして3人はカマキリに気をつけながら少しの間羽を休めました。菜の花の蜜も飲むことができたので元気が出てきました。元気が出てきたところで3人はモンちゃんにお礼を言ってから菜の花畑の奥に向かって出発しました。菜の花畑では私たちは鳥に見つかりやすいわね。見つからないように気をつけましょう。ビータ、あなたの体の色は菜の花と似ているから菜の花畑の上を飛んでいくといいわね。ホッパー、あなたの体は緑色だから花より下の高さをジャンプで進むといいかも。私の体の色は赤と黒だから地面の上を飛んでいくことにしましょう。わかった、その方法で行こう。3人がしばらく進んでいると3人は何かの声を聞きました。カラスが歌っているようです。よよよよ、俺たち黒色羽根ガラス、腹ペコ我慢ができないぞ、食べ物ないぞ、甘いカリンと腹減り寝れない不眠症。いえ、なんかいまいち合わないな。そんなことより俺は腹が減っているから、俺は虫の腹をついばんで食べたいよ。お前、虫がいる場所知らないか？場所は知らないけど、美味しそうなミツバチの匂いがするぞ。昨日は捕まえ損なったから、今日は捕まえたいな。でも見えないぞ。匂いはするけどな。どこにいるんだ？さあ大変です。カラスたちがビータの気配に気づいてしまいました。このままではカラスたちがビータを見つけてしまいます。怖いが、僕、狙われているよ。そうだ、身代わりを作ろう。菜の花の蜜と花粉を混ぜてお団子を作ろう。ホッパー、花びらを持ってきてよ。レディーバ、小さい石を持ってきて。わかった。持ってきたよ。持ってきたよ。どうやら私たち、あのカラスに狙われているみたいね。ありがとう、助かるよ。いい考えがあるんだ。最初にボールを2つ重ねてます。次に小石を上のボールにつけます。最後に花びらを下のボールにつける。これで僕の身代わりができたよ。さあ、みんな逃げるよ。おい、あそこにいたぞ。それ。待て、俺が先だ。俺がいただくぞ。
この間に俺様がいただくぞ。待て、抜け駆けするな。素晴らしい。ビータは自分の身代わりを使ってカラスたちをおびき寄せました。カラスたちが身代わりを取り合っている隙にビータは安全に逃げることができました。よかった、うまくいったぞ。ビータ、身代わりを作るなんてすごいじゃないか。本当、うまくいったわね。三人が菜の花畑の終わりまで来た頃、向こうから誰かが来ます。なんと、ビータのお姉さんです。ビータ、向こうに見えるのはお姉さんかも。本当だ、お姉さんだ。お姉さん、ビータ、僕たちも早く行こう。こうして3人はベマと会うことができました。彼女は無事でした。よかったですね。ビータ、迎えに来てくれたのありがとう。でもここは危険なのよ。ここが危険な場所だから僕たち心配したんだよ。お姉さん、昨日帰ってこなかったから。ビータ、心配させてごめんなさい。私、蜜取りに夢中になってしまって、この奥にある梅の花の蜜を取りに行っていたの。そこには鳥がたくさんいたの。彼らがいなくなるまで待っていたら夜になっちゃったの。それで明るくなるまで待っていたの。そして明るくなったからこうしてお城に帰っているの。それにしてもあなたはここまで来れてすごいわね。ちょっと危なかったけど、ホッパーとレデバが助けてくれたよ。だから大丈夫だったよ。レデバ、ホッパー、ビータを助けてくれてありがとう。どういたしまして。友達だから当然だよ。ところでお姉さん、梅の蜜は美味しいの？梅の蜜はあまり取れないからとても貴重なのよ。そして梅の香りがして美味しいの。帰ったらお城のみんなと食べましょう。もちろん蜂蜜をみんなと一緒に食べましょう。そして3人とビータのお姉さんは一緒にミツバチ城に帰りました。お城のみんなはとても喜びました。城のコックさんが作った梅の蜂蜜たっぷりのホットケーキを城のみんなが食べました。ポッパーとレデバも一緒に美味しくいただきました。おしまい。チャンネル登録してね。新しいお話のお知らせが来るよ。